では有本さん、続いてのニュースはいただきましょうか。ですね、そうしましたら、あ、これですね、7番。7、こちら。立憲民主党の資金提供不適切と西村氏、福山氏は処分せずとありますが、こちら続けて深入りまいりましょう。産経新聞の記事の概要です。立憲民主党がネットメディアチューズライフプロジェクトに広告代理店を通じて番組制作費などとしておよそ1500万円の支援を行っていた問題で、西村智奈美幹事長は12日党の調査結果を発表し、適切ではなかった、国民に疑念を与えた、反省すべきだと述べました。一方、決裁した福山哲郎前幹事長の処分については考えていないと述べ、否定したということです。また枝野幸男前代表の関与の有無については言及しませんでしたとありますけれども、不適切だったのに処分しないって変じゃないですかね。不適切だと思ったら処分しましょうよっていう話でしかないと思うんですね。その方が自然だと思いますけどね。でね、この話っていうのはそもそも論でずっと戻すとですね、例えばある、ネットメディアがありましたと、そこに対して、政党が広告代理店なるものを通じて、制作費を出したと、このことは別に違法でも何でもないんですよ。この問題が非常にいろいろ厄介っていうかわけわかんないのはですね、そもそも立憲民主の議員たちは、ツイッター上にいた脱皮というアカウントが自民党とか、そういうところに有利な、つまり立憲民主にとって不利な、ツイートばっかりしていると、でこのアカウントに対してですね、自分たちについてその発信されてたことは事実無根であると、つまりその名誉毀損というのかな、であるとして、その提訴すると、いう虚偽を呼んだわけですね、それで調べてみたら、このアカウント主というのが法人 で、で自民党とどうも取引があったと。ただこのツイッターで発信している活動そのものに対して当然お金が払われたわけではなくて、その法人が自民党の一部の議員のなんかウェブサイトを作ったりとか、そういう取引があったってわけでしょ。でもちろんその問題にしているツイートが名誉毀損に当たるかどうかっていうのは、これは法的に判断が下されるでしょうけれどもね、でも例えば取引先であると、日頃ね、だって自民党にお世話になっている人たちがいるとしますね、商売 でその人たちが自民党を応援しようということで、例えばそのビラを配るとかですね、それ別に何の問題もない行為でしょ、ね、そこにそれに伴って行き過ぎたその暴言とかですね、名誉毀損があれば問題だけれども、別にお世話になっている政党とか政治家、これを応援しようという行為は何ら問題はないわけですよ。自由ですよね、まずね、でそれなのにそれを吊るし上げようとして、これはもう自民党のネット工作なんだとか大騒ぎしてた人たちが、今度はですね、自分たちのところに火が及びそうになったら、例えばその津田大輔さんとかいろんな人たちがですね、いや自分たちは知らなかったんだと、このメディアに出演してたけど、まさかその立民からねお金が入ってるとは知らなかったんだとかって言って、なんか抗議声明を出したっていう、なんかわけわかんないことで、それでじゃあその立憲民主という政党からそこにお金が出たというのは別にいいんですけど、このメディアは公正中立ってことを言ってたんですよ、第三者、全然公正中立じゃないじゃないですかということ、でこれはメディア側の不適切なんですね、メディア側の不適切なんですけど、じゃあ立憲民主としては何を不適切だと思ってんですかっていうことなんですよ、でもうちょっとよくよく掘ってみると、このメディアに対してお金を出すのに広告代理店をかましてたと、この広告代理店なるものが、実態としてはかなりクエスチョンマークのつくものなんですね。でその理由は何かっていうと、かつて、安保法制の時に反対運動をやったシールズというメンバー、この人たちの雇用の受け皿になってたわけですね、で広告代理店としての実態というのは、ほぼほぼなくて、弁護士の事務所が、登記をしててですね、でそこでそのシールズのメンバーが、
スタッフとなって構成するいたというところですね。つまりここでの雇用とか、要するに自分たちと同じ政治目的で、政治活動をしてくれた活動家、若い活動家を、言ってみれば食べさせるため、そして自分たちと、イデオロギーを一緒にする、元メディアのですね、人が新たに立ち上げたネットメディアを、自分たちの御用メディアに育成するために金を出したと、こういうことでしょ。でそれをやっぱり不適切であるというふうに認識する。例えば通常のね、要するにどっかに対して何か宣伝媒体作ってくださいっていう全くビジネスライクな取引ではないというふうに判断したんだったら、やっぱりそれは処分してしかるべきじゃないんですかね。でやこのね、一連のことを考えるとこんなふうにしてお金回ってたのかなと。でどうもですね、私最近思うのはなぜかね、この 2,3 年で大きく流れ変わったと思うんだけれども、このいわゆる左翼運動ですね、で特にこの言論の場とか、あるいは SNS とかでですね、激しくその私たちのような論調の人間を攻撃する、こういう動きが小粒になってんですよ。例えばですね、すごく卑近な例で言うと3年前に日本国旗の単行本が出た時に、アンチ活動をやってた人っていうのがいてですね、単にその嫌いだから腐してやろうとかそういう話じゃなくて、結構組織的にやってたグループがいて、それ津田大輔さんが絡んでたやつですよね。津田さんが直接絡んでたんじゃないんですけど、ちょっと組織的にやってたグループがあって調べたんですよ。ちゃんと組織的にやってんです。どっかから金は出てたと思うわ。そうですか、ちゃんとですね、何人かでグループを組んで、で事務所らしきものも持ってましたね。だからこういうグループに対しては、一定の大した額じゃないけどお金出てるなっていうのがあって、それがちょっとここに来てですね、なんか流れが枯れてきてるんですよね。そうですか、だから、そういう点でね、中でいろいろ内紛が起きてるのかなとかいうような想像もできるんですね。ただこのやっぱり政党がですね、単純にパンフレット作ってくれとか宣伝媒体作ってくれっていう誰が見ても分かる普通の取引ではない形で、あたかも中立を装ったようなメディアに対してなんとなく不適切なような形でね、お金を回すっていうのは、これはやっぱり不健全でしょう、どう考えても。だから自民党支持者だった一アカウントのことをあれだけ上げつらうんだったらば、やっぱりこれに対してはもっとはっきりとしたね、処断処分をしてほしいと思いますよね。訴訟まで発展してるわけでしょ。そう、武田さんいかがでしょう。脱皮問題でね、立憲民主党があそこまで、ギャーギャー騒いだので、それがそのまんまブーメランとして自分に突き刺さったということですから、本来だったら、メディアにお金出して、何が悪いんですかって開き直れちゃうところ、脱皮問題で追及してた側ですから、スルーできなくなっちゃったんですよね。もう完全なもう鮮やかなもブーメランがバサーンと突き刺さったというですね。いや本当に10点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 って感じですよね。完璧ですか。ですよね。だからもうね、月曜日も行ったんですけども、津田さんとか望月磯子さんとかね、なんかこう抗議したって言うんですけども、なんで抗議するんですかね。で僕が言ったのはね、ほらこの番組に実際違うと思いますけど、仮に自民党からねお金が入ったとしても、私は抗議しませんよ。なんならもっと出してやってって言うんですよ。抗議するその神経が分かんないですよね。だから自分たちは常にその中性、公正中立、中立だと、ニュートラルだというふうに、アピールしていたい、思っているかどうか分かりませんけどね。であれだけ脱皮問題を上げつらってたからね、ただその脱皮の問題を、大騒ぎした例えば TBS とか、この問題も、この番組も、余波でいろいろと出演者の方が、迷惑被りましたけれども、あれらのメディアは一体このことをどう扱うんでしょうね。そうですよね、しかもこのチューズライフプロジェクトの設立メンバーの中には元 TBS 報道特集のスタッフもいたわけですよね。スタッフもいるんですか。そうです、いたんですね、もうやめたのか。そうなんですよね。だからその彼らの装う、あえて言えば彼らの言うじゃなくて彼らの装う中立とは一体どういうものかっていうのははっきりしましたね。そうですね、もう完全にあぶり出されましたね。
すみません、お話尽きないところですが、残念ながら本日もエンディングの時間を迎えてしまいました。改めまして、木曜日の真相深入り虎ノ門ニュース、コメンテーターお願い申し上げましたのは、おなじみジャーナリストの有本香里さんと、月曜日に引き続いてご登場いただきました作家の武田恒康さんのお二方でした。本日も協力かつ濃密な解説を誠にありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。